平成の途中からどんどんどん底に落ちていった46歳のおじさんです。この世の中にどん底でもたくましく生きているおじさんが存在することをご理解ください。おじさんの寝起きは遅いです。冬はなかなか起きれません。髭剃りはちゃんとやっております。マスクをしても身だしなみは気をつけております。月曜日だけ休みにして、それ以外6日は稼働しております。フードデリバリー会社出前館ウーバーイーツ二社稼働です。お昼が終わるとここすぐに1回帰って、そのついでに買い物に来ました。今日の夕食に使う食材、もやしとひき肉です。安いスーパーを使っております。ここから家に戻って1時間休憩して、また、午後の2回目の稼働に行きます。最近お酒を飲まないのと出前館の、単価が上がってきているので、結構貯金ができてます。たまには1杯ぐらいお酒もいいかなとは思ってはいますね。ずっと飲まないってことはないかもしれないですね。今日はシンプルなもやし炒めとひき肉とキムチを足しております。あまり箸の持ち方が良くないですね。よく指摘を受けてます。結構ね、会社の忘年会とか、送別会でよく注意されましたね。そういうトラウマなんかあります。長年ずっとぼっちで食べてるので、結構集団でご飯を食べることが苦手で、苦手意識ありますね。なるべく一人でいたいのと一人で動きたいのが本心ですね。お酒をやめてから早めに就寝を心がけております。氷河期世代の昭和50年生まれのおじさんの日常生活でした。ここまでご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。